こんにちは、日本学術書道会の田村貴壇です。今日も私の書いた今やらんでいつやるか、講談社のための前後前画作例集から前後を一つ選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は真偽に別法なし、出典は消防現像です。これは三回唯一真、真偽に別法なしと追句になっています。三界とは欲界、色界、無色界、つまり人間世界、物質世界、精神世界のことで、私たちが生きている世界のことです。この三界にはたった一つの心があるのみで、その心の他に法というものはないというのです。親族、紋章は一つの心のありようです。臨済禅師は、仏と魔とはこれ戦場の二境なりと言っています。つまり仏と魔とは一心の悟りと迷いの両面だというのです。心に煩悩や迷いが起これば魔となり、それが消えれば仏となる。魔のような心、仏のような心があるのではありません。同じ一つの心が魔ともなり仏ともなるのです。真偽に別法なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。